Pump up the volume. Pump that bass. どうも。皆さんこんにちは。私の名前は残念なブリーフを履いたフリーザおじさんです。よろしくお願いいたしますね。本日は何の日かわかりますか？そうです。皆さん、あの日です。3月26日はモンスターハンターライズの発売ですよ。別に君を求めてないけど、どこにいられると思い出す。そうですよ、モンハンライズ、発売日ということで、私残念なフリーザー早速、買ってきました。なんですけども、あのね、ちょっとカリトボダブルパックってやつ買ったんですけど、そのカリトボダブルパックでちょっとハマったんでね、ちょっとここでちょっと1個だけね共有させていただきたいんですけど、ダウンロード版の方のね、ソフトが入ってないやっていうね、ちょっと事件が起きたんですよ。入ってねえじゃねえかと、ね、入ってねえじゃねえかと思ったんですけど、実は、ね、よくよく見たら、その中にね、ハンター自己紹介みたいなカードが挟んであって、それの裏側にですね、ダウンロード版の、コードがね、書いてありましたということです。皆さんね、ちょっとカリトモパック買ったらね、ちょっと気をつけてくださいということで、ではちょっと小ネタはこれぐらいにして、始めていきたいと思います。レッツゴー。じゃあいきます。あ、でも本当にあれですよ、体験版はやってるんですけど、製品版はね、もう初見プレイということで、ちょっと始めていくんですけども、いやー、もう楽しみで仕方がないですよ、もう本当に。何ヶ月これをね、この発売日を待ったかっていう、もうカプコンですよ。ね、皆さん、カプコンでございますよ。やっていくとしましょう。いや、かっこいいですね、かっこいいな。セーブデータがありません。新規にデータを作成しますか？はい、お願いします。まず表示言語。日本語と、なんだ？日本語。音声言語。OK。このまま行きましょう。よろしく。では行きましょうか。統計データ。これいいや。じゃあ行きましょう。レッツラゴン中山ということで、ちょっと待った。分析？ちょっと待って、これは、同意でいいのかな？ OK。プレイデータの収集に同意されました。OK と。いいね。オートセーブはします。オートセーブします。オートセーブお願いします。追加コンテンツ確認してますと、このゲームはオートセーブに対応してますと。OK。いやー、もう楽しみやな。もう昨日もね、あれですよ。昨夜もね、ちょっと体験版で、リスナーさんの方とね、マガイマガド討伐っていうので、マガイマガド倒すまで終われまってみたいなね、ちょっと前夜祭的なちょっと生配信をね、ちょっとやってたんですけど、結局ですね、結局のところ、マガイマガド、倒せませんでした。私の戦闘力数は53万だけど倒せなかった。まあ、そんな感じなんですけど、あー、始まりましたね。このミュージック、体験版と同じだね。聞いたことあるぞ。素晴らしい。このね、なんだろう、こけしのようなこの髪型をしたこの女の子。いやー、素晴らしいですよ。歌声が素敵。歌声素敵だよ。じゃあ始まっていきましょう。行きましょう。主な追加要素。なんだこれは。まあ、とりあえず閉じていきましょう。レッツゴー。ニューゲームで始めていきたいと思います。レッツゴー。じゃあ行きますか。おお、来た、来ました来ました。これやりたかったんよ、これ。このなんだ、ハンターの作成ね。じゃあ行きたいと思います。まずね、これハンターのスタイルなんですけども、タイプ01が何なんだろうな。タイプ01と02で、これ男性女性が変わるのかな。女性キャラと、男性キャラが変わっていく。まあ私は、タイプ01行きましょう。見た目の方なんですけど、私残念なフリーザ君はですね、ちょっと前頭部が一応紫色という設定で、活動しておりますので、スキンヘッドか、この中だったら、そうですね、まあ、こちらかな、この04番かな、この04なんかいいんじゃない。ちょっとね、この辺だとちょっとイケメンすぎる感じがするよね。
あ、これかっこいいね。なんかこのなんかパーマがかかってる、ちょジョニーデップ入ってる感じですかこれ。ちょっと少しだけジョニーデップ感出てるみたいな感じ。ではね、ちょっと僕は、こちらにしていきたいと思います。簡単設定じゃなくて、俺ちょっと詳細にね、もう本当に事細かにね、愛着を持ちたいのよ、このキャラクターにね。このキャラクターに愛着持ちたいから、詳細に選んでいきたいと思います。じゃあまず顔の輪郭なんですけど、頬の膨らみどうなの ?100 だとこんな感じ。あ、こけてくのね。ちなみにね、フリーザって、顔ちょっとまん丸なんですよね。顔まん丸だから、まあ、この一番のまん丸ぐらいでいいんじゃない?で、顎の奥行き?顎の奥行きか。猪木じゃないよね。こんなにね、猪木感はないと思うの。猪木感はないからね、フリーザ。まあ、デフォルトというか、まあ、こんなもんでしょう。35ぐらいかな。これぐらいでしょう。顎の位置。前から見るとどうなるの?長い。ちょっと長いわ。まあ、これでしょう。0ぐらい。ちょっと待ってください。ちょっと一番いい感じの、こんなに長くない。まあ、これかな。0。5ぐらいにしとくか。5ぐらいにしときますか。顎先の幅。あ、ちっちゃくなるのね。で、大きくなっていく。まあ、そうですね。これも、だ、35ぐらいかな。エラの幅。フリーザはどう?丸いからさ、顔が。まあ、エラはないでしょう。エラは張ってない気がするんだよね。80、79。まあ、29、30ぐらいかな。30ぐらいでいきますか。これでいこう。OK。この輪郭で、もちろん肌の色はですね、肌の色は白でいきます。よろしくお願いしますよ。こちらかな。これやな。これでいきましょう。年齢はですね、どうしようかな。年齢は、じゃあ、65歳にしよう。定年を迎えているよということで、65歳でいきたいと思います。筋肉の量。あ、これ、ZL と ZR で、これ、ズームできるんだね。これ、ズームインとズームアウトが。なるほど。で、これ、右スティックでこれ変えれるのか。なるほど。OK。ちょっと待ってね。筋肉の質はどうだ?これ、マックス。筋肉の質はどうなんだろうね、これ。100にするとマッチョな感じになるのかな?あんまりなんか見た目変わってない気がするんだけど。あんまり見た目変わってなくない?あんまり変わらんな。まあ、ちょっとこれはね、じゃあ50ぐらいにしようかな。50ぐらいにしますわ。あんまり見た目変わんない、影響ない感じがするんで。それでは、あとは、髪の毛ね。髪の毛、少林寺拳法を使ってそうですか?嘘!いや。使ってませんよ、これは。まあ、確かにね。確かに少林寺。映画に出てきそうな感じもしますけども。まあ、ちょっと、それはね、じゃあ髪型をね、ちょっと設定していきましょう。残念なブリーフ君、髪型はね、やっぱね、フリーザといえば丸坊主なので、スキンヘッドなんですけど、ちょっと紫をね、ちょっと少し入れたいんですよ。紫ちょっと入れたいからさ、紫をちょっと入れたいから、ちょっと待って、これかっこいいけどね、かっこいいけど、俺かっこよさも別に求めてないんですよね。なので、やはりやっぱこれかな。これだな。やっぱこれだな。で、色はですね、やっぱり、紫カラーでいかせてください。紫カラーでお願いしますということで。保存した色。ちょっと待って、これ。あ、これいいやん。自分で設定できるのこれ。紫。紫がいいよね。紫色がいい。この辺どう?
めちゃめちゃピンクになってますやん。ちょっと待って、これやないな。ちょっと行き過ぎ、行き過ぎ感満載。ちょっと待って、フリーザこれぐらいかな。こんなもんでしょ。この紫感じゃない。これだとちょっとね、ピンク色、ピンク色だもんね、これちょっと。では、このぐらいにしとくか。24。20ぐらいにしようかな。これにしよう、これにしよう。OK。OK です。あ、ちょっと待って。え？なんだなんだなんだ。トラブル発生ですか？ちょっと待った。これまずね、この明るさはこの100ぐらいにしといて、ここは30、あ、違う違う、25かな、25にしよう。 OK ね、これで、これでいきましょう。 OK、 これでいきましょうということで、では眉毛のタイプね、眉毛タイプということなんだけど、フリーザ、私の眉毛はですね、ちょっとオカマっぽい感じにしたい。ちょっとオカマっぽい感じにしたいな。私はという感じでね、ちょっとオカマ、カマっぽくしたい。12番もいいね。12番もいいね。12番か、03番、これなんかいいな。あ、これにしよう。もちろん、カラーリングは、保存した色にしようかな。これにするか。フリーザの、眉毛の方なんですけど、眉毛はちょっと、濃いめの、なんだ？濃いめのちょっと紫色にしますわ。若干紫が入る感じでしょうか。こんな感じでどう？額の奥行き？こんなんも設定できるの？え？あ、なるほどね。へこみ加減か。まあ、へこみ加減はどうだ？前に出てた方がいいよね。こっちの方がなんか、丸い感じを出したいからね。やっぱこれかな？眉間の幅？あ、ここの幅も設定できるの？話しすぎじゃない方がいいな。まあ、こんな感じでしょ。眉間の位置。あ、上にするか、下にするかってことが。そうだな、50ぐらいにしとこう。うん、このぐらいにしときましょう。目は、ですね、少しね、目尻を、あれだよね、上まぶた。どうなんのこれ。目パッチリがいい。下まぶたは何？あ、目の大きさね。フリーザ目大きいよね。うん、目大きい。目尻の位置は、ちょっと尖らせたいな。ちょっと少し尖らせたいね。目の奥行き、奥行きだって。目の奥行き、中に入らせるか、やっぱ中に入らせますか。ちょっと目の幅、中寄りにしますか。じゃあ目の位置は、ちょっと待って、ちょっと下寄り、鼻の方に近くしますか。じゃあ目は鼻の方にちょっと近くして、瞳の大きさはちょっとね、デカめでいきますわ。 OK、 瞳の色はね、やっぱね、もちろん赤色ですよね。もちろん赤、もちろん赤ですよ。こんな感じだね。右目、左目、まつげの長さ、まつげの長さが短い。短めの方がいいな。
どうしようかな、まつげの色でしょ、まつげの色でしょ、まつげの色、じゃあここもじゃあ毛と呼ばれるまあ毛髪、毛髪系に関しては全部とりあえずもう紫で統一しますか、紫でちょっと統一しますわ。こんな感じでいいか、 OK。あれ、ちょっと待って、じゃあね、そのまつげは紫にしますわ、まつげを紫にして、これで、OK。 あとはこれぐらい、まつげの長さちょっと長くしてみる、一回これにするか、目の色をちょっと待ってね、赤くしたい、赤くしたいぞ、赤色にしたい、真っ赤っかにするから、とりあえずこれで、ちょっと待って、一番右にして A ボタン押さなかったな、これ OK、 これでしましょう。うん、瞳の大きさこれちょっと小さくするとどうなるの、違うな、デカめでいくか、やっぱデカい方がいいよな、ちょっと待って、80ぐらい、80にしましょう。ちょっと待ってね、目の位置を上にするとこうなって、下だな、やっぱこれはここだな、これはやっぱここ、目の幅、幅ね、真ん中より、奥行き、前に出すとどうなる、顔変わる、顔あんま変わんないよな、目尻の位置はちょっと尖り目、上に尖らせたいね、下まぶた、こうかな、上まぶたはこうで、下まぶたは全部全開にしとこう、全開、ちょっと待って、全開じゃない方がいいのかな、もしかして違う、こんな細く しすぎは良くないね、細くしすぎは良くない、全開でいきますか、オッケー、これでいこう、鼻、鼻の高さ、いやいや高くない方がいいな、低めでお願いいたします、鼻の位置上寄りかな、上寄りやな、上寄り、上寄り、鼻の位置は上寄りがいい、鼻筋の高さ、あそこの部分ね、なるほど、ここはちょっと低めがいいかな、こうしとこう、これでいきましょう、鼻先の位置、下にするか上にするか、上にしましょうか、15ぐらい、15ぐらいにしとこう、鼻筋の幅、鼻でかっ、でかっ、鼻でかっ、ちょっと待って、鼻でかすぎやろ、鼻、ちょっと待ってちょっと待って、ちょっとこのひげがいらないな、まあちょっと、まあ、後からひげはなくすとして、まあいいか、これでいくか、鼻、小鼻の幅、これどこだ、あ、ちょっと小さめがいい、小さめがいい、小さめがいいな、1ね、ちょっとだけ持ち上げるか、持ち上げようか、ちょっとめちゃめちゃ上がっとるやん、ちょっとは、うーわ、上げすぎやな、このぐらいか、このぐらいどう、あ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、こんな感じでどう、こんな感じでどうですか、でお口はもちろんね、
お口はもちろんのこと、口の奥行き、ちょっと待って、歯が出ちゃってる、歯が出てしまっているぞ、ちょっと待って、歯が出ちゃう、これあんまりちょっとさ、唇ちょっと分厚、ちょっと待って、あんまりね、ちょっとアウストラロピテクス調は嫌なんだよね、アウストラロピテクス調は嫌なんで、まあこれゼロかな、10ぐらいにしとこう、一番いいバランスがちょっと分かんないな、口の幅はねやっぱね小さめでお願いします、これはゼロにしよう、で口の位置下がりすぎやろ、下がりすぎでしょ、それはやばい顔になってるよ、なんか馬ですか、あなたは、ちょっと待って、これ上の方、上寄りでいきましょう、こんな感じ、こんな感じやな、 OK、 口角の位置上げたいね、上げたいめちゃめちゃ何これ、ちょっと笑顔が素敵な残念なフリーザですか、これは笑顔素敵すぎじゃない、これにはね、なんかこのなんだろうな、唇厚くしたくない、こんな感じで、65ぐらいにしよう、 OK、 これでどう、でヒゲはいらないな、ヒゲはいらないや、ちなみにね、まあちょっと試しにつけてみると、今ついたのはこれだよな、おひげはいらないよ、なんかプロレスラーの蝶野みたいなっとるやん、プロレスラーの蝶野みたいな、これちょっと何これ、これ何、勇者ヨシヒコのダンジョンみたいなっとるし、ちょっと待った、これはいいわ、これでいいや、綺麗な綺麗な美白でお願いしてます、美白でお願いいたします、じゃあこれで、化粧なんかできるの、ちょっと待ってね、口のさ、唇の色って選べないの、唇の色って選べないんだね、なんかね、モンハンワールドの時はね、なんか選べた気がするんですよね。モンハンワールドの時って選べた気がするんですけど、ちょっと待ってね。これ何？あ、こうなるのね。こうなるの、すごっ。これは？目に化粧をするという感じ？あ、いいんじゃない、これいいんじゃない、これはなんかもうまさに悪の化身です、私って感じの顔してるね、ちょっと待った、悪の化身です私みたいな、現在の肌の色に合わせたおすすめの色があります、おすすめの色、 いえ、ちょっと待って、おすすめの色に選択した化粧ペイントは現在の肌の色に合わせたおすすめの色、どうなの、あ、勝手に色を変えてくれるってこと、そばかすすご、これ何、上にちょっと、目尻が持ち上がる感じですか、これ唇か、口紅みたいな感じ、これこれはなんだ、あ、涙袋みたいな、お釈迦様ね、これお釈迦様、ハートマーク、そして涙マーク、ちょっと待って、あと何があんの、あと何があんの、傷何これちょっとやばくないこの色、これはやばいでしょ、ちょっと待った、これ何、
あんま変わらんね。あんま変わらんっすね。あんま変わらんな。なるほど、こんな感じね。じゃあ俺やっぱ目かな。目のやつがいいな。やっぱ目のやつの方がいいんじゃない。5番か、5番か、6番は6番がこれで、5番これか。ちょっと待ってね、これは、あ、これは違うな。やっぱ5番かな。色は選べないのこれ。色は色は選べなさそうだね。もう勝手にこれって決まっちゃってんのかな。髪の毛の色と一緒なのかなこれ。表情ちょっと変えてみようか。ちょっと待って、全部終わってからにするか。ペイントタイプ5で、あ、ここで選べるんだ。ここで選べるんだな。あ、ちょっと待てよ。唇にするわ。やっぱじゃあそれだったら唇がいいな。これにして、これにしましてですね、これにしまして、もちろん、黒色でお願いします。これでしょ、これしかないでしょ、まあ、これでしょ、これしかないでしょ。フリーザって言ったら、だって唇黒いよね。フリーザって言ったら唇黒いじゃん。違った。フリーザの顔といえば、唇黒いはず。違うでしょ、やっぱそうでしょ。唇黒いんよ。唇黒いから、これでしょ、これでしょ、これだな。 OK、 これでいきましょう。横のサイズめちゃめちゃちょっと待って、唇からはみ出ちゃってる。口紅がはみ出ちゃってますよ。大丈夫？何これ？何これ？何これ？ちょっと待った。ちょっと待って。微妙な感じでいこう。もし、これでいいだろう。これでいいだろう。これでいきましょうか。よし、これでいこう。58ぐらい、58ぐらいでいこう。縦のサイズ鼻とこの口の間に飛び出ちゃってるじゃん。鼻と口の間に飛び出ちゃってる。ちょっと待って、それはダメでしょ。このぐらいかな。 OK、 これでどう、これでどうだ。いいでしょう。いい感じじゃないこれ。いい感じじゃない ?OK。横の位置ね。横の位置は。うわっ。いや。ほっぺたまで。ほっぺたの方まで行ってますやん。ちょっと待った。そこ行きすぎやろ。口紅が、口紅じゃなくなっているぞ。ちょっと待った。縦の位置。これも何？お決まり通りあれですか？鼻の方まで行っちゃってる？いやいや、そこお鼻ですよ。お鼻ですよ。タトゥーみたいになっとるやん。これヒゲやし。なるほど。よし、これでいきましょうか。こんなもんかな。よし、これでいこう。メタリックって何？メタリック光沢出せるの？光った感じにできるのか。ちょっとね、光沢出しとくわ。あ、出しすぎ注意かもしんない。出しすぎ注意かもしんない。50ぐらいがちょうどいいかな。メタリックって何？あ、すごい、すごい、なんかちょっと悪魔のナスビーム杯みたいなね。悪魔のナスビームみたいになったぞこれ。ちょっと黒にするか。70ぐらいにしよう。 OK、 70。 どうしような。どうせならちょっともう90ぐらいにしとくか。オッケー、これでいこう。透明度って何？いや、透明じゃない方がいい。
透明ではない方がいいぞ。発光って何めちゃめちゃ唇が眩しい、唇が眩しい、女子がみんな寄ってきちゃう。これ違う、ちょっと待った、 OK、 これでいこう。よし、あとは、あ、ペイントって何、これ何個も選べる感じですか、何個も選べる感じですか、これ。ちょっと待って、じゃあいいですか。じゃあね、私、目の方にね、目の方にちょっと化粧したい。ちょっと待って、すごい、すごいことになってる、すごいことになってるぞ、これ。ちょっと待って、すご、すごいぞ。まあ、若干ね、ちょっとオカマっぽいけども、まあ、ありっちゃありでしょう。ちょっと待って、これはどうだ、これはちょっと違うよね、これはちょっと違うよね。え、これはこれにするか、ちょっと待って、これにするか、これでちょっと迷ってる。ちょっとこれにしてみて、色変えてみようか、ちょっと一回色を変えてみよう。カラーリングをね、ちょっとね、色を変えてみるわ。じゃあ色をちょっと、赤色、赤色じゃないか、どんな感じしようかな。赤じゃないな、黒だな。黒がいいな。あ、黒いいんじゃないこれ。ちなみにこのちょっと待って、保存した色でこれ黒ってできないの？これで変わる感じ？違うね、変わらんもんね。こっちを下げていくと、あー、変わった、変わった、変わった、黒色になったぞ、ちょっと若干。いいんじゃないですかこれ。5ぐらいでどう、5ぐらいでどうですか、これでいきますか。よし、横のサイズ感、あ、めちゃめちゃはみ出すことができちゃうのね、はみ出すことができちゃう感じですか。じゃあこのぐらい、このぐらいがいい。縦は行き過ぎ、行き過ぎだな。ちょっとね、眉毛、眉毛にちょっとかぶるぐらいがいいんじゃない、多分。眉毛にちょっとかぶるぐらいがね、かぶるぐらいがちょうどいいんじゃないかな、多分。 OK、 行きましょう、これでいいや。光沢はいらないでしょう、光沢はいらんでしょう、いらないから、まあ50ぐらい、まあ中間の数字ぐらいでしょうか、中間値、メタリック調、メタリック調はいらないかな。5で、5にしましょうか。透明度、透明になるのか、メタリックじゃない、透明度はね、あ、ちょっと待って、メタリック触っちゃったね、ちょっと待って、メタリック調は、50ぐらいだっけな。90、80、70ぐらい、65ぐらいかな、65ぐらい、メタリック調は、65、いいでしょう、こんな感じでどう。発光度、輝きを見せるってこと、輝き、輝きある眉、違う、黒の方がいい、ゼロでいいや。いいね、これでいきましょう。あとはちょっと最終加工として、ちょっとほっぺたをね、ちょっと赤くするか。じゃあほっぺた赤くしとくか。
ほっぺたをね、じゃあ、赤くしますか、それかこのボツボツを出す。いやいやいや、ちょっとやばくない、これちょっとなんかウイルス感染してそうな感じじゃない、これちょっと大丈夫。いやそれじゃないな、こっちにしましょう。変更しますか、いいえ変更しない。うん、これで色をね、輝きすぎ、輝きすぎでしょ、ちょっと待って、ねピンク色にしようかな。じゃあちょっと若干顔色悪い感を出したいが、ちょっと待ってね、あんまり赤くするとあれだな、このぐらいの方がいいかな、このぐらいの方がいいな、このぐらいの方がいいな多分、うん、このぐらいの方がいいかもしんない。光沢って何、どのぐらい変わるんだ、あんまりは変わんないね、見た目はあんまり変わんない。50ぐらいしとこう。メタリック、黒すぎる黒すぎる黒すぎる、ちょっとねちょっと健康的ですよ感をね、ちょっと私健康ですよ感をちょっと出したいかな。じゃあ5ぐらい、透明度、あここでちょっと若干微調整できそう。65、70ぐらい、70ぐらいしとこう。75、80かな、80ぐらい、80にしましょう。発光具合、日が輝きすぎ、輝きすぎやろ、輝きいらないな、やっぱ OK これでいいじゃん。ちょっとまたちょっと下がり目でね、ちょっとカメラアングル下がり目でちょっと見てみましょうか。これが私、残念なフリーザですよ。私の戦闘力は53万です。53万です。53万ですよ。そして紫色のヘッド、言いましょう。こんな感じかな。これでいいか。いいでしょう。いいでしょう、いいでしょう。目がなちょっと納得いかんけどね、もうちょっとね、なんだろうな、上に上げたいんですけど、なんだろう、目尻をね、ちょっともうちょっと、尖らせたい感じはあるけども、まあ無理だよな、多分。眉毛かな、眉毛ちょっとか、触ってみるか。ちょっとね、おかま感が欲しいのよ、わかる？オカマ感が出る眉毛といえばどれ？カマ感はどれですかね？カマ感、カマ感出したい。これかな？ 14 番の方がいいかもしれないね。14番かな？ 14 番の方がいいかもしれない。3番かな？やっぱ3番、もともと3番だったもんね。もともと3番だったから3番の方がいいかな。眉毛なしどう？眉毛なし。違和感が、違和感しか残んないけども、どうだ？違和感しか残らないけど、眉毛ないもんね。だってグリーザって。眉毛ないよね、確か。眉毛ないから、宇宙人だからね。宇宙人だからこれでしょ、やっぱ。これかな？ただちょっとまた自分的にはやっぱ眉毛欲しいな。3番とね、違う、2番と14で迷ってる。14にしとこう。 OK これでいきましょうか。目尻の位置をな、もうちょっと、これ垂れ目になるんだよね。垂れ目、垂れ目じゃないもんね、だって釣り目だからさ、これしかないんだよね。パッチリお目目がいいからね、パッチリお目目がいいから、やっぱこれかな、これかな。
上だもんね、これ上に行っちゃうもんね、これ下の方がいい絶対。目離れすぎやな。いいでしょ、これかな。ちなみにさ、これ髪型をさ、ちょっと待って、髪型をさハゲにするとどうなんのこれはどうだ、これはどうだ、これ前頭部紫がないよ、前頭部紫がないもんね、だって気持ち悪。ちょっと待って、すごいな、やっぱこれだな、これしかないわ、これしか勝たん、これしか勝たんやな。 OK、 これでいきましょう。なんかさ、髪の毛さちょっと紫色すぎる。まあこんなもんでしょう。 OK、 これでいくわ、これでいきますわ。私残念なフリーザこちらですよ、ということでいいでしょうか。いいね、じゃあこれでいきましょう。よし、これでいこう。え、服変えれんのか、これ服変えれないの、ちょっとこの状態で表情切り替えれるのこれ。あ、変えれるやん。何これ背景、あ、背景変えれるのこれ不気味すぎやて、不気味すぎでしょ私。なるほど、いいね、いいね、まあいいでしょ、これでいくわ。表情は、表情見てみようか。笑ってるね、笑ってる、ちょっと少し笑ってるぞ。あ、表情も何これ、設定しとけるの、もしかして。これにするわ、これ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 、これいいでしょちょっと待ってこれやな、これしかないわ。若干ちょっとね、暗闇にいる感じにしましょうか、暗闇にいる感じ。あ、これもいいけど紫が目立たないから、 OK、 これにするわ。よし、これいきましょう。よし、ではインナーかな、インナーの設定をしていくと、インナーの設定ね。もちろんこれはあれでしょう、ちょっと待った、いいこと思いついてしまったかもしれない、いいことを思いついてしまったかもしれない、私やばい、いいこと思いついちゃうかもしれない。これにしといて、色をね、インナーの色をね白にしちゃえこれどう、これでどうですか、これ白色の、白色の貴公子なんてどう、これちょっと待って、インナーちょっと白、白ベースでちょっと変えれます、変えれないのか、一括変更、白微妙やな、これ微妙やな、これなんかちょっとダサいね、ダサいね、 これはちょっとダサいな。若干愛着も欲しいからさ、あ、わかった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 、これにして紫色すればいいんだ、これにしてさ、紫色にした方がいいんじゃない、ちょっと色を自分で設定しよう。じゃあインナーの肩パッドはね、肩パッド紫色にしよっか、肩パッドを紫色にしましょう。で、髪の毛よりもちょっと紫感を出していく、髪の毛よりも紫感を若干出す、際立たせていく、小顔効果ありじゃない、これ小顔効果あり、いいねいいね、これでちょっとまだなんかな、あれだな、
雪山ね、雪山、これやっぱこれかな。これにしますか。 OK、ボイス、ボイスのタイプも選べるの。よろしく。高めがいい。よっしゃ、高めがいい。こんにちは、よろしくな、よろしくな、よろしく、よろしく、よろしく、楽しもうな、楽しもう、ほう、よろしくな、よろしくな、おっさんやん、おっさんやん。どうもです、どうもです、やっほー、やっほー、よろしくお願いします。女子か、女子声これ、どうも、女子声か、こっからは女子か。よろしくな、ごきげんよう、ごきげんよう、はい、よろしく、はい、よろしく。愛したもんだ。違うな。お見事。てっぺん目指す、幸せいっぱい、最高だぜ。えいえい、感服しました。やるじゃねえか。愉快つ、高めの声がいいよね。ホムラのごとく、あたしは完璧ですね。鍛えてますから、もっと強くなれる。ちょっと待ってね、あたし感動しちゃうな。まざっとこんなもんよ。私に勝てるとでも。あ、これ恐れるものなど何もない。これにしようかな。タイプ16でいこうか。じゃあタイプ16でいきましょう。常に冷静に、一狩り行くぞ。16か1で迷うけど。すごいわね。いいね、愛を感じるね。いい気分だね。狩りの神髄を見せてやるよ。20番もいいね。16番。私に勝てるとでも、恐れるものなど何もない。やっぱ16にしよう。16にしよう。なんか動きのサンプル。何これ、動きのサンプルって何？見事だ。表情。オッケー。人狩り行くぞ。はい、よろしく。大したこっちにするとどうなる？こっちの方がいいかな。女子感出すぎるよねこれ。16だとちょっと女子感が出ちゃわない？これちょっと恐れるものなど何もない。女子感出るもんな。狩猟の道に終わりはな。心が熱く燃えているぜ。僕を甘く見ない方がいい。あ、こっちにしよう。これにしよう。タイプ3にしようかな。男子だからね一応。決まったぜ。イエイエイ、よろしくな。ハンターの誰にも人が関係。我が狩猟。いいぜ。待て。狩り、ま、気楽に行こうぜ。俺についてきな。狩りは面白いな。燃えるぜ。何をしている。ほう。狩りは面白いな。八番もいいねこれ。燃えるぜ。何をしている。ほう。楽しもうな。よろしく。よろしく。えい。最高だぜ。やっほー。人狩り。こんにちは。幸せいっぱい。八番いいな。狩りは重し、燃えるぜ。何をしている。オッケー、これにしよう。決まりました。いいでしょう。これでいいでしょう。設定情報の一覧。こんな感じか。なるほどね。セーブしましょう。ちょっとね、長くなりましたけどね。俺こういうのね、もう本当大好きなんよ。このキャラクター作るの。いきましょう。セーブ、現在の、設定情報をセーブします。よろしいですか。お願いいたします。 OK、 いいね。じゃあこちらで、いきましょう。レッツラゴン中山、ハンターの名前を入力お願いします。残念な、フリーザでいこうかな。じゃあ漢字あるのか。あ、めちゃめちゃいいやん。漢字あるやん。やばっ、めっちゃいいやん。残念なフリーザにしよう。残念な、フリーザお願いいたします。残念なフリーザでよろしいでしょうか。
はい、オッケー。お供ガルクの作成か。ガルクはね、もう毛並み、とりあえずガルクくんを、結構僕使うので、ドドリアさんにしようかな。これはドドリアさん、ドドリアさんっぽくしたい、ドドリアさんっぽくしたいから、肌の色はね多分ピンクじゃないかな。ドドリアさんって肌の色はねピンクなんですよ、ドドリアさんって。じゃあちょっと待って、見た目はね、見た目どうしようかな。これかっこいいけどね、これかっこいいけどね、これかっこいいけども、これもかっこいいな、これもかっこいいやん。めちゃめちゃさ、やっぱさ愛着欲しいじゃん、愛着沸かしたいじゃん、このお供ガルクにさちょっと愛着が欲しいじゃんね。これにしようかな、これにしよう。 OK 決まりました。これでカラーの色はピンクにします。もちろん、ドドリアカラーでいきましょう。お供ガルクもあれなのかな、名前決めれるの、もしかして名前決めれたりするのかな。ちょっと待てよ、これで色落としたのがあるの、28、29、30ぐらい、30ぐらいにしといて、ここをじゃあ60ぐらいにしようか。65、70、75、75、75、OK、 これにして、一括変更でできるの、これ一括変更でできちゃう感じですか。あ、保存した色、保存した色でできるの、これできそうだね、これ色変えれるじゃん自分で。あ、いい感じ、いい感じよ、いい感じよ、いい感じやん。もちろんピンクですよ。15ぐらいにして、これをちょっと落とすか、65ぐらいにしようかな。60濃すぎるもんな、濃すぎるもんな。60ぐらいにして、さっきの色をちょっと紫入れようかな。55ぐらいかな、55にしとこう。55にして、毛の色を、模様の色ね、で毛の色を紫にしよう、紫にしよう、毛の色をこいつを紫にしよう。うん、いいね。25ぐらいでどう？ 25 ぐらいでどう？ちょっと待って、20ぐらい、20ぐらいにしよっか、20ぐらいにしときますか。5ぐらいにしようかな。この方がなんかドドリアさんっぽいよね、なんか。よし、これでいこう。ちょっと待って、これが10で、10の、これだね。
いい感じでしょこれ、いい感じでしょ。模様なしってのもできるの。模様なしにするとこうなるのね。いや模様なしじゃない方がいい。さっきのやつに戻します。ちょっと待って、さっきの設定値戻っちゃったじゃんこれ。マジで、マジか。自動セーブされないの。10、60ぐらいかな。60ぐらい、このぐらいやったな確か。このぐらいやったやろ。いいやなこれ。よしこれいきましょう。模様なし。目も決めれるの。めちゃめちゃすごいなこれ。めちゃめちゃすごいやん。目の色はドドリアさんはね、目の色って確か黒色だから、こうしとこう。耳も選べるのこれ。タイプ、切れ長か。これか。まあ結構目あれだよね。これにしとくか。めちゃめちゃ悪そうな感じ、めちゃめちゃ悪そうな感じ。悪そうな感じ。あけどこれ、これ可愛いよな。これ意外に可愛いな、やっぱ。オッケー、これにします。こちらでいきましょう。耳も選べんの。スコティッシュフォールド感、なんか垂れ耳もあるんだねこんな。立ち耳かな。ちょっと待って、立ち耳か。ちょっと待って、めちゃめちゃ迷うが、めちゃめちゃ迷うけども、これかな。やっぱ一番かっこいいねこれ。これかっこいい。尻尾、尻尾も選べんの。あ、柴犬感がいいねこれ。柴犬感がいいじゃないこれ。これにしよう。速攻で決まったわこれは。よし、いきます。インナー、インナーはどうだろうな。インナーはこの色でいいかもしんないね。インナーは別に何色でもいいけど、黒色かな。黒がいいな。黒か、黒だとどうなる。あー、ワンアクセントあって黒の方がいいなやっぱ。 OK、 これでいきましょう。ボイス高めね。低めでいくか声は。オッケー、これでいこう。動きのサンプル、かわいい、素晴らしいですね。よし、これいこう。よし、セーブしたしましょう。これでいいよ。よし、これでいい。
私の音もガルクくんが決まりました。よし、完了しますか。これでよろしいですか。 OK です。名前を入力できるのこれ、マジで。え、これはもちろんあれでしょ、残念な、残念なドドリアにしようかな。じゃあ残念なドドリア、残念な、ドドリアに しましょう。ドドリア、これでいいかな。ドドリアという感じでどうでしょう。これでどう、これでいいでしょう。 OK、 残念なドドリア、これでよろしいですか。はい、まだあるの、まだあるの、まだまだま だ, まだあるんですか。ちょっと待って、オトモアイルね、オトモアイルどうでしょうかな。オトモアイルをじゃあね、ザーボンさんをね、ちょっと貴重にした感じのカラーにしようかな。カラーリングはザーボンさんカラー、緑色やね、緑色、ザーボンさんカラーできますわ。一部緑色になる感じがいいですよね。一部緑色になる感じが出ればいいかなと思うので、これか、これかわいいね、これかわいいね、これしようか、これしますわ。4番ね。で毛並み、毛の色、なるほど、これね、これがこの色で、一括変更、一括変更で、これが全身の色ね。よし、全身の色、もちろん、ザーボンさんカラー、緑色にしていきたいと思います。緑色、あ、いい感じじゃない。濃すぎやね、濃すぎ、ちょっと待って、80ぐらいにしとくか。80ぐらいにして、ちょっと鮮度上げるとどうなるの。15、14、10ぐらい、これでいいや。 OK、 これで、これはどこの部位を指してる。あの白いとこね、白いとこかな。白いとこってことは、白色がいい。ちょっと待って、もうちょっと若干緑入れるか。これでいきましょう。 OK です。目、目これかな。2番、直感で2番だな、直感で2番な気がする。けどね、ドドリアさんがね、ちょっと目が釣り目だったから、ザーボンさんはちょっと優しめでもいいんだけど、あ、けどね、こっちにしましょう、こっちにしましょう。で目の色は、少しピンクにします、ピンク色にします。オッケー、これでいこう。耳は、耳どんなタイプがあるの。下がり耳と立ち耳と丸いやつと、これか、これね。これかな、これか、これだな、これにしましょう。決定いたしました。尻尾のタイプは、ね、丸は違うな、ちょっとなんか
ぼっちくん、ぼっち感はな、ちょっとまたこれ違う。猫の尻尾といえばやっぱこれじゃない？やっぱ1番がノーマルで一番いいんじゃない？これが1番か3番だけど、ちょっと可愛らしさアピール感で、これにしましょうか。 OK。 インナーは？インナーの色、インナーの色はね、じゃあ少し紫にするわ。これにしとこう。ボイス、これでいいかな。2番、タイプ2番。オッケー、これでいくか。ちょっと低めのね、低い感じですよね。オッケー、よし、これでいいだろう。サポートタイプって何？これヒーラー、アシスト、ファイト、ボマー。ヒーラーにするわ。回復役、回復お任せ、サポートタイプ、アシストタイプのサポート、罠を仕掛けたり、戦ってくれるタイプ、戦うのはね、ちょっと自分がやりますわ。じゃあヒーラーにしとこうかな。じゃあセーブいたします。 OK、 決まりました。ちょっとね、長くなりましたが、ちょっとね、このね、一番最初のね、このキャラクター作成、キャラメイクはね、もう本当大事、重要。 OK、 いきましょう。では名前ですが、もちろん残念なザーボンでいきます。よろしいでしょうか。残念な、ザーボンにしとこう。ザーボン、よし、これでいいかな。いきます。残念なザーボン、これでよろしいですか。はい、 OK、ではセーブデータ、何これ、何なのこれ。セーブ先が何個か選べるのかな、これ。 OK、 これに行きましょう。やば、超かっこいいやん。チャンネル登録、評価、コメントよろしくね。Twitter と TikTok もやってますので、皆さんフォローよろしく。では。